まやさんです。よろしくお願いいたします。もうファンがついてるみたいだね。はい、すごいね。ありがとうございます、ね、声かけてくれてね。ね、あ、そうですか。北海道の帯広に住んでるんだよね。帯広です、ね、はい。だから帯広からね、今日来てくれてるんですけども、帯広は今どうですか？すごい寒くて、うん、あと雪の山があって、うん、なんかソリスルベリーとかもできます。あ、まだソリスベリーができるの、はい、あ、ほんと東京あったかいでしょ。あったかいです。あったかいね。さて、まやちゃんは、はい、まあ、演歌歌手としてね、はい、もうデビューしたわけですけども、はい、そもそもなんで演歌が好きになったんだろうか。最初は童謡やってたんですけど、うん、演歌を聞いた時に童謡と全然違ってしゃくりとか拳とかビブラートとかあってビビッときて、自分もこれをやるしかないなと思いました。ビビッときた。はい、もうやるしかないと。はい。え、演歌ではじゃあその後どんな歌手の方の歌を聴くようになったのかな。美空ひばりさんや、うん、北島三郎さんや、島田彩さんとか、大御所ばっかりだね。そうですか。今ね、お仕事も忙しくなってきてると思うけども、はい、休みの時は今何やってるの？帯広とかでは、うん、本を読んでるんですけど、うん、でも東京に来たら暖かいので、うん、なんか浅く大好きな浅草のところをなんか探索をしに行ってます、うん、はい、ね、ぜひ遊んでってね。浅草、はい、楽しいところ。楽しいです、ね、はい、ありがとうございます。